1950年11月21日、米国第7師団の一個連隊が北朝鮮のヘサンに侵攻した。鴨緑江の向こう側には凍てついた満州の原野が広がっていた。朝鮮戦争勃発後5ヶ月目、国連軍の勝利は目前であり、故国でのクリスマスを楽しみにしながらの感謝祭を迎えたのである。少し南のチャンジン湖近くでは、海兵第一師団の二個連隊が最終攻撃の準備を始めていた。追い詰められた北朝鮮軍を求めて北上を始めたが、中国が介入してくるとの噂もあったのである。突然目の前の丘に何千人もの中国軍が現れ、攻撃をかけてきた。後方の道も敵に阻まれ、前面も中国兵であふれかえる。窮地に陥った二個連隊はやむなく退却を始めた。勝利は遠のき、マッカーサーはこれは全く新しい戦争だと語ったのである。第二次世界大戦から5年目の1950年の春、アメリカには平和と活況が戻っていました。しかし中国では共産党が蒋介石を台湾へ追いやり、インドシナ半島では共産勢力がフランスの支配者たちを脅かし始めていました。一方アメリカ国内ではマッカーシー上院議員が明確な根拠もないまま赤狩りの必要性を説き、トルーマンは共産主義に手ぬるすぎると主張していたのです。アメリカは戦後軍隊を縮小したのですが、 NATO 諸国がソビエト連邦に脅かされ、残された軍隊の勢力をヨーロッパに振り向けていました。また極東方面においてもフィリピン、台湾も守らなければならず、共産勢力が韓国に攻め寄せる可能性があると分かっていても手が回らない状況でした。そして1950年の6月、ついに韓国で戦いの火の手が上がってしまったのです。しかしこの戦いは後になって勝利なき戦いと呼ばれることになりました。軍事的にまた政治的に議論の余地の大きいこの戦争に、アメリカが巻き込まれていったいきさつと、国連が受けた初めての試練を2回にわたって検証します。そしてアメリカが忘れ去ったこの戦いの終結の時期と理由を確認します。それでは朝鮮戦争の記録をお楽しみください。第二次世界大戦、悲しみがあり喜びがあった。3年半にわたって若きアメリカ人が自由を守るために戦ったのである。アメリカはかつてないほど燃え上がり、一丸となって立ち上がった。待ち望んだ夢が実現し、約束は果たされた。未来に目を向け、自信に満ち溢れていたのである。最良の時が来た。連合国に降伏した日本の軍隊は解体される。日本がもう戦うことはない。
東京湾での調印が終わり、ダグラス・マッカーサーは占領軍の責任者として、また戦後の復興のために日本に残ることになった。民主主義が導入され、改革が始まる。マッカーサーは征服した日本の国民に愛された。アメリカ軍は日本改革の多忙さに苦しむ。経験不足、人員不足の駐留軍の力で戦後処理をこなすには限界があったのである。ヨーロッパではソ連軍が脅威となり、アメリカの核兵器がかろうじて抑止力を発揮してはいたが、ロシアの核開発の成功は間近であった。マッカーサーは日本に対して大きな権限を持っていたが、駐留軍兵士たちのレベルは低く、日本の軍国主義の復活を防止する警察としての役割以上を負担させるには無理があった。1950年代になってもヨーロッパはアメリカにとって最も重要な防衛ラインではあったが、極東も放ってはおけない状況だったのである。満州から800キロ南へ伸びる朝鮮半島は1世紀にわたってロシア、中国、日本からの侵略にさらされてきた地域である。この争いの歴史を朝鮮人はこう表現する。まるでクジラの争いに巻き込まれた小エビのようだ。またポツダム会談では、ソ連を太平洋戦争に引っ張り込むための餌として朝鮮が使われた。スターリンは4年間にわたってナチスドイツとの戦いに苦しんだ。しかしスターリングラードでの戦いに勝利すると、激しくベルリンを攻撃する。1945年8月ソビエト軍は朝鮮北部に入った。その時戦争が終わったのである。アメリカ軍は朝鮮南部へ入った。北緯38度線が南北朝鮮の境界となったのである。ソ連はゲリラのリーダーキム・イルソンをソ連の傀儡政権の代表として選んだ。アメリカは独立運動の活動家であったイ・スンマンに南朝鮮を任せることにした。1948年3月アメリカは南朝鮮で選挙を行わせたが、ソ連は北での選挙を拒否する。その年の終わり、ソ連とアメリカはそれぞれ軍事顧問を残して朝鮮から撤退することに合意し、朝鮮半島から去っていった。大国が去ると、キム・イルソンとイ・スンマンは対立を深め、緊張が高まっていく。中国では共産党が蒋介石を台湾へ追放し、韓国に侵攻する可能性も高まってきた。しかしワシントンでは、当時韓国は出来の悪い官僚や不平分子を左遷する国といった扱いで、軍部でも戦略的に重要な拠点とは考えていなかったのである。1950年6月25日の日曜日、38度線に沿って北朝鮮からの激しい砲撃が始まった。戦車と歩兵部隊が38度線を越えてきた。農作業に駆り出されていた国境防衛軍はたちまち総崩れとなったのである。ソ連軍に訓練された9万人の北朝鮮軍は4方向から攻め込んできた。
北朝鮮の二個師団が韓国の一個連隊を壊滅させる。キム・イルソン北朝鮮軍の圧勝であった。トルーマン大統領はミズーリから急遽ワシントンに戻り、国連安全保障理事会に緊急会議を要請する。国連安保理はその日のうちに北朝鮮に戦闘の中止と韓国からの撤退を呼びかけた。韓国軍が不利と見たトルーマン大統領はマッカーサー将軍に韓国軍支援と北朝鮮軍への攻撃を命じる。6月27日、国連は全ての加盟国に北朝鮮の攻撃を退けるための支援を行うよう要請した。北朝鮮軍がソウルへ向かい始め、マッカーサーは援軍を要請する。トルーマンは米軍の派遣を検討するための会議を開いた。終戦5年目にしてアメリカは再び戦争に巻き込まれていくのである。開戦72時間後にして北朝鮮軍はソウルに迫った。ソウルは混乱に陥る。イ・スンマンはソウルを捨て南へ向かった。町はパニックとなる。市民は逃げ出し、兵士を満載したトラックがそれに続いた。300人もが犠牲となった。アメリカの関与は徐々に深まっていく。フィリピンにおける第7艦隊が韓国の海岸の警備と空からの支援をするために出航した。他の艦隊は中国共産軍と蒋介石軍の戦闘を防止すべしとの命令を受け、中国と台湾の間をパトロールし始めた。トルーマンはマッカーサーに命じ、極東の軍も出動させる。航空部隊は38度線近くのムンサンの鉄道操車場を空爆し打撃を与えた。これがアメリカ軍による北朝鮮軍攻撃の始まりである。日本の板付け米軍基地からは F-80 が北朝鮮軍を攻撃するために飛び立った。ソ連製の戦闘機ヤクが撃墜された時、トルーマンはその調子で続けるんだと叫んだ。北朝鮮軍がソウルの直前まで迫った時、マッカーサーは自ら戦闘現場の視察に出向く。惨めな脱出の光景であった。報告を読んだトルーマンは北朝鮮の侵攻を阻止すべく行動を起こした。数日後には米国の地上軍の出兵と戦闘への直接参加が認められる。連邦議会はトルーマン大統領の決断を支持したが、共和党のロバート・タフト上院議員は外国への中途半端な介入が招いた失策であると批判した。そして米国軍隊の戦闘参加は憲法違反だと批判したが、マッカーサーは行動を開始する。7月2日、第24師団の一個大隊が日本から出発した。ブラッド・スミス中佐が率いるこの機動部隊は韓国南部の港プサンに到着する。
釜山から北上しながら戦うことになっていたのだ。崩壊寸前の韓国軍を立て直すためである。韓国は期待したが、スミス中佐の部隊は準備不足であった。砲兵隊を従えた部隊は列車とトラックで北朝鮮軍が占拠したソウル南のオサンに近づいていく。7月5日、敵軍を見下ろす丘に到着した部隊は10倍もの北朝鮮軍との戦闘を開始した。年代物の対戦車砲しか持たないスミス中佐の部隊は敵軍に対抗できず、数時間で退却に追い込まれる。この時、機関銃兵の一人が死亡し、朝鮮戦争で戦ったアメリカ兵として初めての犠牲者となった。こうして最初の地上戦は失敗に終わったのである。アメリカ軍の空爆は頻度を増した。しかし20年前に日本が作った航空地図は間違いが多く、その結果誤爆も発生したのである。韓国の民間人や国連軍に何千人もの犠牲者を出すことになった。7月7日、国連安保理は米国による国連軍統一式を決定した。翌日、加盟国の支持を得てトルーマン大統領はマッカーサーを国連軍総司令官に任命する。イ・スンマンも韓国軍をその指揮下に入れることを承認した。しかし戦況は不利だった。マッカーサーは援軍を要請する。在日の第24師団と第25師団から応援部隊が派遣された。不十分な装備ではあったが、南下してくる北朝鮮軍に立ち向かっていったのである。7月13日、第二次大戦で戦車隊を指揮したウォーカー中将が国連軍の地上戦を指揮することになる。彼らは第8軍と呼ばれた。北朝鮮軍の先発部隊が第8軍の要塞テジョンのすぐ間近に迫り、第8軍の一行は援軍の到着を待っていた。問題は間に合うかどうかである。7月中旬、北朝鮮軍は次々と韓国における国連軍を打ち破っていった。第8軍も少しずつ後退を重ね追い詰められていく。ようやく援軍が到着した。第24師団と第25師団がテジョン北部のクム川沿いを固めた。そして第一騎兵師団がポハンの北部を固める。カリフォルニアのペンデルトン海兵隊では第一海兵師団の第5連隊を中心に旅団が編成された。この第一海兵特別旅団はエドワード・クレイグ准将が指揮を執ることになる。ほとんどの装備は使い古しであった。だが兵士の多くは歴戦の強者である。旅団は7月上旬、ペンデルトン基地を出発し船で日本へ向かった。ソウルの南にあるテジョンの北部では第24師団のディーン少将が北の侵攻を阻止しようと苦戦していた。
ついにテジョン市内へ退却することになり、クム川を渡った後、橋を爆破する。そしてテジョン市内で迫ってくる北朝鮮軍を待ち伏せした。3日間川を越えてきた北朝鮮軍との苦しい戦闘が続く。リーン少将は陣頭指揮に立ったが、圧倒的勢力を誇る敵を撃退することはできなかった。7月20日町は陥落し、リーン少将は仲間からはぐれ、35日後に捕虜となったのである。アメリカ国内では拡大する戦況を踏まえて、トルーマン大統領が連邦議会に対し、かつてない規模の予算100億ドルを要求した。国連軍の警察活動のためだと主張したのである。国防省は兵士の数を300万人に増員すると決定した。この頃、ウォーカー中将は戦線を縮小するために前線を後退させる。釜山北部の前線は緊迫を増していた。北朝鮮軍はナクトン川に沿って南北に、北部では東西に、それぞれ釜山から130キロの地点まで迫っていたのである。日本へ向かっていた第一海兵特別旅団は方向を変え、そのまま韓国へ直行することになった。7月の終わり、第8軍はナクトン川の南へ退却する。南西部のチンジュが攻撃された。釜山から35キロのチンジュの陥落は防衛ラインの崩壊を意味する。ウォーカー中将は部隊を招集して檄を飛ばした。韓国でのダンケルクはありえない、どんなことがあっても防衛ラインを死守せよ。この訓示はまさに命を懸けて守りきれとの命令であった。金少将の率いる第25師団は鎮守の第24師団の応援に向かう。第一海兵特別旅団のガダルカナル上陸8周年記念日にあたる8月7日、旅団の6000名の兵士と海兵空爆部隊が戦闘に加わり、第25師団を助けて北朝鮮第6師団と戦った。そして勇猛な海兵旅団の活躍でコソンとサチョンを陥落させたのである。この時、負傷した兵士の救出に初めてヘリコプターが使われた。また海兵空爆部隊によって初めてナパーム弾が使用される。しかし北朝鮮軍はテグに近い防衛ラインを崩してナクトン川越えの拠点を確保したのである。テグの国連軍に危機が迫っていた。ウォーカーは被害地区への兵士の補充を命令する。海兵旅団は数日間起伏の激しい山岳地帯での戦いに苦しんだ。攻撃に有利な高地に拠点を確保するまでに多数の死傷者を出してしまったのである。8月17日、川へ引き返し始めた敵軍に爆撃が開始される。
同時に北朝鮮軍によるテグ市街の攻撃も空爆によって阻止されたのである。8月31日、北朝鮮軍はナクトン川沿いに一斉に攻撃を開始し、ポハンは占領され、包囲された国連軍はテグに向かって脱出した。しかし1週間以上にわたって第8軍は激しい戦いを続け、ナクトン川の対岸にあった数多くの北朝鮮軍の拠点が排除される。北朝鮮軍は物資の補給ルートが長くなりすぎたために9月中旬進攻が止まった。防衛ラインは守られたのである。犠牲も強いられたが、これは国連軍の作戦でもあった。力を出し切った海兵旅団は戦線を離れる。国連軍は釜山に集結した。いよいよ戦局を大きく変えることになるマッカーサーの大作戦が始まるのである。戦線が落ち着きを見せたこの時、マッカーサーは大胆な作戦を提案しました。北朝鮮の物資補給ルートは伸びきっています。しかもソウルを拠点とした道路に物資の補給を頼っていました。マッカーサーはすぐ近くのインチョンに上陸してソウルを押さえ、補給ルートを分断しようと考えました。そして第8軍が南から攻め上り、敵を2つの国連軍の間に追い込むのです。しかしインチョンの2つの海峡は狭くて波が荒く、1時間で9メートルも海面が上下します。引き潮になると土砂に捕まって脱出はできません。絶対に不可能だという意見もありました。しかしマッカーサーは第二次世界大戦で同様の作戦を成功させたことがあり、実行に移します。いよいよ問題のインチョン上陸作戦が開始されます。第一海兵師団の主力となる兵士はカリフォルニアで出発の準備を進めていた。仲間の第一海兵特別旅団は釜山で戦闘中のため、正規兵士と予備役兵が乗り込んだのである。マッカーサーと計画の是非を討議するために、ワシントンからコリンズ陸軍参謀総長、シャーマン海軍作戦部長が東京に着いた。しかし彼らの目的は討議ではなく、計画を中止させようとするものだったのである。コリンズは危険度の低い代案を要求したが、マッカーサーはこれを拒否した。海兵隊の後続上陸部隊には、日本にいたバー少将の歩兵第7師団が選ばれる。2万8000名の先発上陸作戦軍第10軍団の司令官には、マッカーサーの腹心の参謀長でテキパキと判断が下せるアーモンド少将が選ばれた。9月中旬、ドイル攻撃部隊は第7師団と第1海兵連隊とともに日本を離れ、釜山からは戦列を離れた海兵旅団がインチョンへ向かった。釜山ではウォーカーの第8軍がインチョン上陸と連携して攻撃を開始すべく、拠点を固めながら準備を進めていたのである。インチョン周辺への空爆が始まった。港の守りを固めたウォルミドが主なターゲットである。海軍は北朝鮮の飛行場を爆撃し、周辺の町や飛行機の離着陸可能な地区も爆撃した。敵を混乱させることが目的である。
9月15日の夜明け前、艦隊からの砲撃が始まった。第一陣の目指すウォルミドは砲撃に震えた。第一陣の上陸は朝早く、しかも満潮は3時間足らず。その後、夕刻の満潮時の第二陣がインチョンに上陸するまでウォルミドで孤立することになる。第5海兵隊第3大隊は夜トビウオ水道に入り、6時33分に上陸し攻撃を開始した。沖ではマッカーサーが上陸作戦を見守っていた。第3大隊が島内に攻め込む。戦車は6両であった。マッカーサーは星条旗が上がるのを見た。そしてこうつぶやく。やったぞ、さあコーヒーだ。浜からの砲撃も続いていた。降伏した敵兵もいたが、最後まで抵抗を続け、洞窟に閉じ込められたままになった敵兵もいたのである。戦闘機が支援射撃を行い、島はロケット弾とナパーム弾に包まれた。そして1時間後、島の半分を制圧したのである。敵の援軍を防ぐためにインチョンと島を結ぶ道路も封鎖した。8時には戦いは終わっていたのである。引き潮とともに艦隊は去り、タプレット中佐の大隊が残された。午後、揚げ潮とともに第一、第五海兵連隊はインチョンの浜へ向かう。トルーマン警察隊と書かれた艦艇もあった。艦隊からは上陸地点に向けて一斉砲撃が始まる。インチョンへは戦闘機が低空爆撃をかけた。上陸時の攻撃を防ぐためである。町はたちまち煙に包まれた。マレー中佐の第5海兵連隊の二個大隊はインチョンの海岸レッドビーチの防潮堤に向かって、プラー大佐の第1海兵連隊は5キロ南のブルービーチに上陸することになっていた。そしてマレー中佐が中心部を攻め、プラー大佐が町を包囲する。5時33分、マレー中佐が上陸し、すぐさま攻撃を開始した。そして町の中へ進行していったのである。南のプラー大佐の部隊は着岸地を間違えた艦艇もあり、やや混乱したが、 4.5 メートルの防潮堤をよじ登り、町の東側へ進行していった。そしてインチョン南部からの攻撃を防ぐ防衛ラインを築く。またその日のうちに1万3000名の兵士が上陸し、武器装備が陸揚げされたのである。引き潮になった時、いくつかの輸送船は取り残された。海兵隊はインチョンの町を制圧した。しかしソウルまでは40キロあり、敵の援軍がインチョン目指して迫っていたのである。翌日の9月16日、海兵第一師団はインチョンを後にする。韓国軍は残って北朝鮮の残存兵と戦った。艦載機コルセアが敵軍目指して飛び立っていく。インチョンへ向かう北朝鮮軍の列車をコルセアが攻撃し撃破した。
海兵連隊には二つの目的があった。マレー中佐の第五海兵連隊は、アスコムを通って金浦飛行場を抑えることであり、プラー大佐の第一海兵連隊は工業地域ヨンドンポを抑えることである。その日上陸してきたマッカーサーは上機嫌で師団長のスミス少将を祝った。そして戦闘現場を視察したのである。第5海兵連隊はアスコムを抑え金浦飛行場を奪取した。3日目にして海兵隊は半川を見下ろす一帯を抑えたのである。金浦飛行場はインチョンへ補給物資を運ぶ中継基地となった。9月19日までに第7師団の上陸も完了する。師団長のバー少将はソウル南部からの攻撃を防御するためスウォンへ向かった。第1連隊は半川にいる第5海兵連隊とともにヨンドンポを包囲する。工業地帯への空爆が始まった。9月20日の夜、ヨンドンポは火の海と化したのである。翌朝、第一連隊が攻め込む。そして激しい戦闘の後、町を陥落させた。前日敵の攻撃を受け、ソウルへ向かっての川越えに失敗した第5連隊の第3大隊も川を渡ることができた。そして川向こうの125高地の敵を全滅させる。その後残りの部隊も無事川を渡り、ソウル攻撃の準備にかかった。マッカーサーは第10軍団に北朝鮮軍の韓国侵攻3ヶ月目にあたる9月25日までにソウルを陥落させようと命じる。9月22日、マレー中佐の第5海兵連隊がソウルの北側から侵攻を開始して攻撃が始まった。しかし296高地の敵が海兵連隊の侵攻を阻んでいたのである。まずナパーム弾とロケット弾による攻撃が始まった。攻撃は成功する。第5海兵連隊は進行を続け、ヨンドンポを抜けた第1海兵連隊が中心部を攻撃した。少し前の9月16日、釜山ではウォーカー中将の第8軍が北朝鮮軍の包囲網を打破しようとしていた。
第7師団の第32歩兵部隊が半川を越える。アーモンド少将が進行を見守っていた。川を渡ると南東部からソウルへ向かった。国連軍の砲兵隊がソウルへの砲撃を続ける。空母と陸上からの戦闘機による爆撃が続いた。敵は地下壕に避難する。アメリカ軍はソウルの町に迫っていったが、首都の奪回は厳しい戦いになることが予想された。9月24日第一師団のニコ連隊がソウル市内へ突撃していった。北朝鮮軍は機関銃と迫撃砲で激しく迎え撃つ。第5海兵連隊が北西部から、第1海兵連隊が中央部を、さらに南部からは第7師団歩兵部隊が韓国軍17連隊とともに攻め込んだ。さらに上陸したばかりの第7海兵連隊が退路を断つために北部を固めたのである。スミス少将は危険があれば敵の拠点を迂回するよう指示されていた。まさに熾烈な市街戦となった。バリケードが築かれ、町のあちこちに狙撃手が潜んでいたのである。しかし意外にも町では子供がおもちゃの銃で遊び回っていた。まだ激しい戦闘の続く9月25日、アーモンド少将はソウルを奪回したと宣言した。ある通信社は、早く北朝鮮に教えてやった方がいいと皮肉った報道をしたほどである。味方の死傷者も多かった。1時間で206人のうち176人が死傷した中隊もあったのである。制圧は手間取り、隠れた敵はバリケードごと吹き飛ばされることになった。焼け崩れた町の上をアメリカ軍の戦闘機が急降下し、轟音を轟かせて北朝鮮軍の拠点を爆破していった。国連軍の援軍が次々と到着する。金浦飛行場へ第187連隊戦闘部隊がやってきた。空挺部隊として次の作戦に備えるためである。南部では第8軍による北朝鮮軍追撃が続いていた。9月27日の朝、オサン北部に北進してきた第一騎兵師団の L 騎兵中隊がいきなり姿を現し、第7師団の31歩兵部隊と接触する。第8軍と第10軍団も合流し、南部の敵を追い詰めていった。ソウルでも北朝鮮軍の抵抗は衰えていた。最後の拠点も破壊され、28日には完全に国連軍の支配下に入ったのである。ごくわずかな北朝鮮兵士が北へ向かって逃亡したが、韓国内での抵抗はほとんどなくなった。9月29日、市民が町に戻り始め、マッカーサーとイスンマン大統領がソウルへ姿を現した。砲弾で崩れ、死臭の漂う中でソウルがイスンマンに返還される。イスンマンは民族の救世主だと感謝の言葉を述べた。全てはマッカーサーのインチョン上陸が成し得た結果である。国連軍は北に向かって追撃を始め、マッカーサーは放送で投降を呼びかけることにした。
国連軍は専用の機材を積み込んで投降を呼びかけた。安全を保障するとのビラも撒いたのである。すべての部隊は第8軍の指揮下に入った。ウォーカー中将の部隊はウィジョン部を通って北朝鮮の首都平壌へ向かう。韓国軍は38度線を越えて港町ウォンサンへ向かった。しかしアメリカ軍が38度線を越えたことで論議が沸騰した。38度線越えは韓国軍にしか認められていなかったのである。新任の国防長官ジョージ・マーシャルはむしろマッカーサーに北への進攻を促した。マッカーサーは南北とも軍部の作戦区域だと主張する。インチョンの成功によってマッカーサーの評価は高く、統合参謀本部もすべて軍事上の作戦次第だとして方針を指示した。議論が湧き返る中、マッカーサーは第10軍団を引き連れ撤退中の北朝鮮軍を追って38度線を越える。アーモンド少将をなぜ同行させなかったのか不思議ではあったが、あえて問いただす者はいなかった。韓国軍が東海岸を北上し、アメリカの第一軍団は第一騎兵師団に先導させながら北上を続ける。激しい攻撃に平壌が絶望的と見たキム・イルソンは最後まで戦えとの言葉を残して北へ向かった。10月10日、韓国軍は海軍の援護を受けながらウォンサンへ入った。5日後、トルーマンはマッカーサーと会議するためにウェーク島に到着する。しかし戦闘方針に関する2人の意見の違いは大きく、2人の間にはぎこちないムードが漂っていた。トルーマンはこの時中国軍の介入を恐れていたのである。マッカーサーはまず中国軍が介入する可能性はなく、感謝祭までに戦闘は終わると主張した。第8軍は平壌へ向かって進攻していた。平壌を陥落させれば満州の国境は目の前である。しかしこの時何万人もの中国軍が国境を越えつつあったのである。